大正デモクラシーや関東大震災、第一次世界大戦、短いながらも濃くいろいろなことが起きた大正時代、そんな歴史が動く大正時代の国民はどのような生活をしていたのでしょうか。こんにちは、女子高生 VTuber の春日陽です。今回は大正時代の国民の一日ルーティーンについて解説します。大正時代は短いながらも様々なことが起こった時代です。そんな時代背景とともに国民の生活にも様々な変化がありました。その変化は必ずしもみんな一緒ではなく、国民の階級や裕福さによって格差も起きていました。この動画はレトロな歴史や文化に興味がある人に向けて、今日から使える歴史雑学を知ってもらうための動画です。友達や同僚、上司との会話で困ったら話してみてね。大正時代の国民はどのような生活をしていたか知っていますか？そもそも大正時代ってかなり短いっていうのもあって、存在感が薄い時代と思われているかもしれません。でもそんな時代を経たからこそ今の私たちの生活があるのかもしれません。今回の動画を見ると大正時代の国民がどのような生活をしていたかがわかると思います。遠いようで意外と近い時代なんです。なので私たちの現代の生活に共通する部分もあるかもしれません。もっと詳しい情報を知っている方がいたらコメント欄でぜひ教えてくださいね。今回紹介すること以外にも、このチャンネルではレトロな歴史や文化、そして明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、そういった動画を見逃したくない方はぜひチャンネル登録もしておいてね。ということで早速見ていきましょう。短くも濃い大正時代、まずはじめに大正時代について詳しく知らない人のために、大正時代の特徴について簡単にまとめます。大正時代は日本の元号の中でも短いと言われています。その年数は15年しかありません。それでも明治時代から比べると食文化や生活様式が大きく変わりつつある時代でもありました。なので15年しかない短い時代ですが、様々なことが起きた時代とも言えます。大正時代を知る上で絶対に押さえておきたいのが、大正デモクラシーと第一次世界大戦、そして関東大震災です。これから大正時代の生活について話をしますが、大正時代の生活は時代背景に影響を受けている部分がとても多いです。なので先に前置きとして大正時代に起きたことをかなり絞ってお伝えします。大正時代は庶民の政治参加が進展した時代でした。世界に目を向けてみると、ロシアやドイツ、オーストリア、トルコなどで帝政が崩壊し共和制が成立しています。日本では革命こそ起きていませんが、民主主義的な思想や運動が盛り上がりを見せるようになりました。これは1913年に発生した大正政変がきっかけのようです。こうした一連の風潮は大正デモクラシーと呼ばれています。デモクラシーの意味は民主主義です。大正デモクラシーの場合は民本主義と訳されるようです。大正デモクラシーの影響で一般の人々の中で政治への関心が高まった時期でした。この影響は政治だけにとどまらず、社会や文化などあらゆるジャンルに発展していきます。女性解放運動、ブラック差別解放運動、不戦運動など様々な社会運動が発生したのです。多くの庶民が政治に参加し、社会のあり方を変えていったのですね。また1914年8月23日には第一次世界大戦が勃発します。日本がドイツに宣戦布告をし戦争に参加することになったのです。第一次世界大戦はオーストリアの皇太子夫妻がセルビアの青年に暗殺されたサラエボ事件がきっかけです。ドイツを中心とする同盟国とイギリスを中心とする連合国の間で戦争が起きました。日本は日英同盟を理由に連合国側で参戦、ドイツの勢力圏である山東省の青島やサイパンなどを占領していきました。さらにこの期間中はヨーロッパ各国の力が弱まります。それによってアジア市場へ日本製品の輸出が促進されました。連合国側から軍需品の注文も殺到しました。そのため大戦景気が生じ、日本経済は飛躍的に発展していったのです。成金と呼ばれる巨万の富を築いた人々も現れました。そして1923年9月1日には関東大震災が起きます。関東地方でマグニチュード 7.9 の大地震が発生したのです。地震に伴って
生じた火災によって被害が拡大し、死者行方不明者は10万人以上に上りました。被災した人は190万人を超えると言われています。またパニックの中で朝鮮人や社会主義者などが暴動を起こすというデマが広まりました。それにより自警団によって多くの朝鮮人や中国人、彼らと誤認された日本人が殺害される事態となりました。ただし関東大震災によって日本が成長したのも間違いありません。震災をきっかけに東京郊外や地方都市への人口流出が起き、各地で東京の文化が広まります。逆に地方から上京する人々もいて、新しい文化が東京にもたらされました。経済も震災で大きな打撃を受けましたが、復興が進められインフラが整っていきます。地下鉄をはじめ交通機関が発達し、水道ガスの供給事業が本格化します。大正14年にはラジオ放送も始まりました。そして明治時代から続いている西洋化に拍車がかかるのも大正時代の特徴です。都市部を中心にライフスタイルの洋風化がさらに進みました。このような生活様式や流行などの文化を総称して大正ロマンと言います。大正ロマンは18世紀末から19世紀にかけてヨーロッパで流行したロマン主義の影響を受けています。ロマン主義は個人主義を前提に自我の尊重や恋愛などの感情の動きをありのままに表現することを重視した考えのことです。この大正ロマンは和洋折衷のスタイルが特徴です。このスタイルはこれから紹介する大正時代の生活の中にも色濃く出てきますよ。大正時代は短いですが、出来事や要点を踏まえた上で見ていくととても面白い時代です。そんな時代背景とともに、次は大正時代の人々の生活についてお話ししていきましょう。大正時代のお金持ちの生活では、大正時代のお金持ちの人たちの生活について話していきます。まず大正時代にお金持ちが誕生した背景から見ていきましょう。1914年に第一次世界大戦が勃発します。多くの軍需品をヨーロッパに輸出していた日本経済は大変潤う大戦景気となりました。そして重化学工業を中心に急成長したことで成金が誕生したのです。足元が暗いことに困っている女性を見た成金がお札を燃やして周囲を明るく照らす有名な風刺画があるのはご存知でしょうか。これはこの時代の様子が伝わってきますね。第一次世界大戦により日本は多額の輸出黒字になりました。大戦景気によって造船や海運、鉄鋼業が急速に発展していきます。工業が国内生産の過半数を占めるようになったのもその頃です。繊維工業など軽工業はもちろんのこと、特に製鉄業や化学工業など重工業の発展は目覚ましいものでした。ここで日本は農業国から工業国へと変化していったのですね。また輸出黒字による資本の集積により銀行が経済界を支配するようになりました。銀行からの融資を受けた財閥は勢力を拡大していきます。三井、三菱、住友、安田の四大財閥を中心とする独占資本主義が形成されました。そして海外に製品を輸出する成金も現れました。工業地帯を中心に人口が増加するなど富が集中することとなります。特に輸出品を運搬するための船舶がより多く必要とされました。ここで多くの船成金が登場します。そして船舶代や海上運賃は高騰しました。国も軍用として船舶を強制的に取り立てて使用していました。そのため船主や船舶会社は距離を得ることとなりました。一階の社員から資産家になり上がった内田信也などはその典型ですね。また鉄成金や鉱山成金も登場します。もともとは砂糖の輸入を主とする商社だった鈴木商店があります。ここは第一次世界大戦で鉄の需要が上がるのを見越して製鉄に力を注ぐようになります。その目論見は的中し、鉄の売り上げは一時三井物産や三菱商事といった大手商社をしのぐほどでした。その後鈴木商店は破綻しますが、その流れを組む神戸製鋼所などは現存しています。日立鉱山の久原房之助は鉱山成金や鉱山王として名を馳せました。出始めに銅山を次々と買収し巨万の富を得ます。その後は日立製作所なども設立して自らの事業を拡大させました。久原は後に衆議院議員となり、当時の逓信省の大臣や立憲政友会の総裁などを務めることになります。逓信省とはかつて日本に存在した郵便や通信を管轄する中央官庁のことです。様々な産業で成金が誕生したことがわかりますね。ではそんなお金持ちたちはどのような生活をしていたのでしょうか。お金に余裕がある家では使用人という存在を雇っているところもありました。使用人とはお手伝いさんのようなものです。基本的に住み込みで仕事内容は主に家事の手伝いでした。いやいや家事くらい自分でやりなよと思う方もいるかもしれません。当時は現代とは違い家庭家電製品などはありませんでした。家事は全て手作業だったのです。そう考えるとたくさんの時間と労力を使いますよね。しかも当時は大家族だったので手作業で洗濯をしたり料理を作ったりするなど今の数倍
手間暇のかかるものでした。なので女中の存在はなくてはならないものだったのです。上流階級はもちろん下級階級の家や商い屋さんなども使用人を雇っていたそうですよ。使用人の具体的な仕事内容についてもお話しします。当時の使用人は仕事内容が分担制で決まっていました。家族の構成や人数、経済状況によって多少の違いがあるものの、大きく分けて2種類の使用人がいます。一般に女中取締り、乳母、中働き、駒使い、子守など奥向きの仕事をする使用人と、台所周りの仕事をする下女という存在がありました。使用人たちはこのように家事手伝いをし、重労働をこなしていました。優しい主に雇われ、何かあれば挨拶をしに行くような間柄になることも多かったようです。しかし中には家主から人間的な扱いをされず、まるで奴隷のように過ごしていた人たちもいました。どこに使えるかで使用人としての充実ぶりにかなり差があったのですね。しかしこの頃は女性の社会進出も着々と進んだ時代です。日清戦争以降、工場での働き口が増え、そこで働く女の人が増えました。そのため使用人として働く人は次第に減っていったそうです。工場の方が働く時間も決まってるし、給料も良かったみたいなので仕方ないですね。ではそんな当時を生きた人たちはどのような住居を構えていたのかお話ししていきます。明治中期以降、住宅の西洋化が浸透していきます。また大正12年には関東大震災があり、それによって鉄筋コンクリートが普及していく時代になってきました。住宅のあり方が見直された時代でもあるのです。そして第一次世界大戦が終結して、大正デモクラシーと呼ばれる時代に入ります。政府の指導による生活改善運動などが始まったことで住居にも変化がありました。大正時代以前までは薪を使っていたかまどや井戸を利用した座り流しが主流でした。しかし座り流しから立ち流しへと変わっていきました。立ち流しは現在皆さんが使っている流しを想像してもらえると分かりやすいと思います。大正時代は生活の近代化を目指す運動が起こり、都市部を中心に電気、ガス、水道などのライフラインが普及していきます。それによって生活は格段に豊かなものに変化していきました。合理性と機能性の追求が行われたのです。次第に大正時代の日本には中廊下式住宅が普及していきました。中廊下式住宅の特徴は、中廊下を挟んで日当たりのいい南側に家族の生活空間を、北側には水回りと使用人の生活空間を配置していることです。さらには玄関脇に独立した洋風の応接間を設ける様式も文化住宅という名で流行しました。文化住宅は大正時代から昭和時代にかけて流行した和洋折衷の住宅のことです。応接室や玄関に洋風が取り入れられたそうですよ。また1923年に起きた関東大震災の影響で、鉄筋コンクリートの建物の耐震性が注目されます。鉄筋やコンクリートを使用した建築手法が確立していきました。それによって縦長の巨大な建築物も作れるようになりました。木造住宅が基本だった時代から鉄筋やコンクリートが使われる時代になったのですね。このように大正時代の住居は大正デモクラシーや関東大震災という時代背景の影響が強く見えますね。そして先ほどライフラインが整ってきたとお話ししましたが、ここで水回りの事情についても少しお話しします。大正時代には現在も使われている水洗トイレも普及し始めました。トイレは生活に欠かせない空間で、トイレのない家なんて考えられませんよね。もともとは川に直接便を流す川屋という方法で処理していました。しかし大正時代頃から浄化槽や下水道の整備により水洗式トイレが普及していったのです。大正9年には現在の TOTO 株式会社の前身である東洋陶器株式会社が創立しました。また大正13年には現在の株式会社リクシルの前身である稲生陶株式会社が創立しています。現在でも日本を代表する大企業は大正時代に生まれたんですね。そもそも陶磁器製の便器が日本でのトイレの歴史に登場したのは明治時代のことでした。つまり明治時代から水洗式のトイレ自体はあったのです。しかし明治時代では洋式の水洗便器はほぼ全て欧米のメーカーから輸入していました。明治時代から大正時代にかけて日本の水洗便器は欧米頼みだったのですね。しかし大正時代になり、陶磁器製の水洗便器が国産化されていくという変化が起こりました。とはいえ当時は水道も現在のように完全に普及しているわけではありません。水洗トイレよりも昔から使われていた汲み取り式のトイレの方が主流だったようです。しかし関東大震災の影響で元々あった汲み取り式のトイレが壊れてしまいます。震災復興の中でトイレも進化していくのです。まずは衛生陶器の特需が発生します。衛生陶器とは浴室や便所など主に水回りに用いられるセラミックス製の器具のことです。衛生陶器が整備され、それと同時に浄化槽や下水道の未整備が浮き彫りになりました。徐々に下水道も整備されていき、震災後かなりのスピードで水洗トイレが
普及していったのです。大正時代は日本のトイレの歴史の中でも大きな変化が起きていた時代だったのですね。ちなみに水道が出てきたのも大正時代です。しかし現在のように蛇口をひねれば水が出るようなものは大正時代でも普及率は約 20% でした。蛇口は一部の限られた人しか使えなかったのですね。こうして見ると改めて時代としての変化は大きいものの、人々の生活には大きな格差があったみたいですね。ではお金持ちの人々の食事はどのようなものだったのでしょうか。大正時代になるとお金持ちの家では洋食を食べることが増えていきました。西洋文化が日本に入ってくるまで油を使った料理は天ぷらなどの限られた料理のみでした。しかし大正時代に入ると揚げ物などの洋食もお金持ちなら主婦の間でも作られるようになりました。雑誌の中にも小麦粉や牛乳を使った料理も多く登場し始めます。具体的にはカレーライス、とんかつ、オムライス、コロッケなどが食べられていました。ちなみにカレーライス、とんかつ、コロッケの3つは三大洋食なんて言われ方もしています。またおやつにも変化が出てきます。大正時代に入ると日本でも洋菓子が作られるようになり、お金持ちの家庭なら手軽に食べられるようになりました。具体的にはキャラメル、ビスケット、チョコレート、アイスクリーム、フルーツポンチなどが食べられ始めました。キャラメルやビスケットは明治時代からあったもののバラ売りでお金持ちであっても高価なものでした。しかし価格を見直して箱で販売されたことで手が届きやすくなったのです。またフルーツポンチなどの果物を使ったデザートは水菓子と呼ばれています。アイスクリームやフルーツポンチは贅沢品として重宝されていました。当時のアイスクリームは材料を桶に入れ手動で回して作っていたようです。大正時代は食事スタイルについても変化がありました。明治36年頃、国は日本の西洋化を推し進めるためにちゃぶ台の使用を推し進めていました。そのため大正時代になると少しずつ庶民の間でもちゃぶ台を囲んで食事をする光景が見られるようになったのです。さらに関東大震災をきっかけに外食文化が盛んになります。洋食屋ではちゃぶ台が使われていたことから一気にちゃぶ台が普及したと言われています。大正時代の庶民の生活では、次は大正時代の庶民や農民たちの生活について見ていきます。大正時代の庶民たちはこれまでと変わらず農作業で生計を立てていました。しかし以前までの手作業から一変し、大正末期から昭和にかけての農具の改善などで作業形態が変わりました。生活に余裕ができるようになると男性たちは社会的活動面へ、女性たちは家事や育児に手を伸ばしました。家計にもゆとりが出て庶民や農家の生活水準が少しずつ上がっていったそうです。また当時は自宅で商いを行う人も多かったようです。店と自宅が一体型になった建物もたくさんあったようですね。それ以外にも学校に通ったり工場や企業に通って働く人もいました。次に大正時代の家事の様子についても見ていきます。家事の内容は現在とあまり変わりません。家事には炊事や掃除、洗濯、洗い張り、裁縫、育児、買い物などがありました。先ほども言いましたが当時はまだ家庭家電製品などはありませんでした。そのため家事に割く時間は現代より長かったのです。1915年の家事労働時間は16時間6分と記録が残っています。随分長く感じますよね。現代は家庭家電製品にかなり助けられていることがわかります。次に住居についてお話しします。明治時代には西洋建築というものが財力のある政治家や実業家の住宅に取り入れられるようになりました。しかし一般的な庶民は和風建築に暮らすのが当たり前のことでした。ですがこれまで西洋建築を取り入れることができなかった庶民の家にも西洋建築が一部取り入れられるようになりました。西洋建築が取り入れられるようになったからといって家でも靴を履いて過ごしていたわけではありません。日本人が好きな畳という和室は残しつつ、西洋建築の良さを取り入れるような形になったのです。そのため和風建築と西洋建築が合体した和洋折衷建築が生まれました。住宅に取り入れられた代表的なものとして応接間やガラス戸などが挙げられます。この時代に生まれた和洋折衷住宅ですが、最近の住宅にも和洋折衷住宅は多く見られますよね。このように庶民の生活に西洋建築が取り入れられるようになった背景には大正デモクラシーが関係しています。大勢の人が楽しめる大衆文化というものができたのです。その影響が暮らしもより豊かなものへと変化させたのです。住居についてあらゆる変化があったことが分かったと思います。次は少しだけ庶民たちの生活の水回り事情についてお話ししていきます。先ほどお話ししたように水道というものはまだまだ普及していません。大正時代全体の約 80% は井戸水を使っていました。お金持ちの生活
生活の中で水洗トイレが出てきましたが、庶民や農民の中ではまだまだ普及していませんでした。そもそも下水道などの整備が全然行き渡っていませんでした。当時は至る所に手押しポンプ式の井戸がありました。水道がない家は井戸から水を汲み、家の前にある大きな亀に水を溜めて使っていました。水は煮炊きや土間から室内に上がる際に手足を洗うために使われていました。現在はみんな靴を履いているのであまり意識しませんが、当時は下駄や草履が主流だったため足が頻繁に汚れていました。そのため家が汚れないように足も一緒に洗っていたのですね。また井戸の隣には必ずと言っていいほど洗濯板がセットで置かれていたようです。当然ですが当時は洗濯機がありませんでした。当時電気自体は都市部を中心に普及し始めていましたが、電気の目的は裸電球として使うのがメインでした。そのため家電製品などはまだまだ先の話になるのです。ましてや庶民農民の家に普及するのはまだ先だったのです。家事の中でも水をたくさん使う洗濯は共同の井戸の周りで行われていました。では次に食事について見ていきましょう。明治時代に洋食文化が日本に流入し、その直後の時代である大正時代の庶民の食事や料理はどう変わったのでしょうか。鎖国が終わった明治時代になると、食文化に限らず海外からの様々な文化が日本に入ってきました。西洋料理は着実に庶民の間にも広まっていきました。ただしまだまだ贅沢品という位置づけでした。庶民が普段から口にする食事は麦飯、味噌汁、漬物、魚の干物のように質素なものばかりでした。これは金銭面の問題もありますが、肉の多い洋食に消化器官が適応できず胃もたれする人が多かったことも原因のようです。また大正時代の庶民たちのおやつは基本的には明治以前と変わりません。果物や野菜などをおやつとしていたようです。具体的には干し柿や干し芋、せんべいなどを食べていました。子供たちは山に入って木の実を取っておやつにしていたこともあったようです。大正時代の庶民とお金持ちの間では経済状況に大きな隔たりがありました。庶民、農民の間では年間2万人の餓死者が出ていました。そのためおやつも粗末なものが多かったのですね。他にもおやつとしてあんこ玉や悪化などを食べている家庭もありました。これらは1銭から2銭と駄菓子屋で購入できる安価なおやつでした。また食事のスタイルについてもお金持ちとは違いがあります。先ほど明治以降にちゃぶ台が普及し、大正時代にはさらに広がっていったとお話ししましたね。しかし庶民農民の間では変わらず江戸時代から使われている箱膳を使っていました。箱膳とは箱の中に各々の食器をしまっておき、食事の時には箱の蓋をひっくり返してその上に料理を置いて食事をする膳のことです。庶民農民は家族の人数が多く、ちゃぶ台を使って全員で食事をするのは難しかったとも言えます。大正時代の庶民農民たちの生活は明治時代から比べると確かに様々な変化がありましたが、便利になるのはもう少し先の話のようです。さて今回は以上です。いかがでしたか？明治時代よりさらに西洋化が進み、国民たちの生活にもいろいろな変化がありましたね。それに加えて大正デモクラシーや震災、第一次世界大戦などの時代背景も色濃く反映されていました。当時の生活を知る上で時代や歴史の背景を知ることはとても大切ですね。さてそれでは簡単に今日の内容をおさらいします。大正時代は15年というかなり短い時代だった。第一次世界大戦による好景気で成金が登場した。成金は船成金や鉄成金など様々な産業において発展した。大正時代の庶民たちはこれまでと変わらず農作業で生計を立てていた。大正時代は西洋料理が徐々に広まり始める時代だったということでしたね。このようにこのチャンネルではレトロな歴史や文化、明治、大正、昭和を中心に活躍した人物について紹介しているので、チャンネル登録がまだの人は今すぐポチッとしておいてくださいね。